ああ、こら、リカ、不要、もう何があるかわからないんだから。気を、でもでも、それ、あっ、おっと、ねえ、ひまり、こ、どうだろう、こんな、そっか、バブモンとゆら、ん、なんでもない。ねえ、あなた、鳥、人に名前を尋ねるときはまず、もう相変わらずか、それが礼儀と心得れば。じゃあまずは雪村がお手本見せ、うむ、俺、うっす、広瀬こ、立花はね、立花だよ、ひ、ね、私は大藤ひまり。へえ、いい名前だな。コウタ、食べ、デジタケが2つだけ、奥まで行きたいんだけど、デジモンたちの食べ物もこの辺少ないよ。戻るって、え、そのフローティアからでも、まあお前がその無限ドラモンなん、うん、だろ、とりあえずフローティアに行ってみよう。ここの、はい、集まって。そう言ってるじゃないか。何？俺も知ってる人なの。小5の時に出場したデジタルモンスター。もちろんベスト4止まりだったけど。そう、私その大会で決し、お前、まあコウタはあの頃おどおどして、ひまりだって高校デビューだから、お前は見て、うん、なんなんなん、くしくも偶然、準決勝進出者に贈られた副賞のデジバイスということはかもね。でも、お前さんたちだけが無限ドラモンがなんとか、大げさではなく無限ドラモンをなんとかできれば、だったら話はいいわ。やっ、それでこの者が住人たち、凶暴化したデジモンたちが気がか、いいね、よじところでの、わしは無限ド、わし一人の力、そこでお主一口とばかり腰が重いやつじゃから、よいか、嬉しいの。